1969年の阪急ブレーブスでは、1969年の阪急ブレーブスの動向をまとめる。この年の阪急ブレーブスは、西本幸男監督の7年目のシーズンであり、3年連続のリーグ優勝を果たしたシーズンである。3連覇を目指すチームは、オフのドラフト会議で、後の名選手、山田久志、加藤秀次、福本豊の3人を獲得するなど、 暗黒時代を支えたベテランから第二期黄金時代を支える若手への世代交代が図られた。前年4位からの巻き返しを図る近鉄とのマッチレースが5月以降続き、一度は近鉄に流れが傾くが10月中旬の直接対決4、連戦に大きく勝ち越して3年連続のリーグ優勝を達成。投手陣では、米田哲也、梶本隆夫、足立光弘などが、 最後までローテを守り、打撃陣では前年レギュラー定着の大熊忠義が一番を打ち、和製大砲の長池徳氏も本塁打王と打天王の二冠を獲得するなど四番として奮闘した。日本シリーズは、巨人の2勝1敗で迎えた第四戦、4回裏の土井正蔵のホームスチールをめぐって、正捕手の岡村康二が判定に納得できず岡田。 伊沢九心を大出して退場すると、岡村の退場後にマスクをかぶった、中澤真嗣や岡田光輝の保守陣が、巨人打線の集中打を抑えきれず3対9で敗戦。続く、第5戦は接戦の末五対3で勝利して、巨人の後楽園球場での胴上げを阻止したものの、西宮での第6戦を落として2勝4敗で敗退。3度巨人に挑戦するも、西本監督の、 打倒巨人は実らなかった。タイトルでは長池が本類打王打天王の他に MVP を坂本都蔵が投塁王を獲得した。前年ドラフトで一位指名の山田は都市対抗後の8月に入団するが、わずか7試合の当番で0勝1敗に終わった。ありがとうございます。